こんばんは。こんばんは。何？今日勉強すんの？えらい。こんばんは。来た。来ました。できました。はなちゃん見れて幸せ。やっほー。月曜日。だよーん。こんばんは。かわいい。たい焼きだ。ね、ステンドグラスでかわいい。めっちゃこれ好きこれステンドグラスでかわいい。いいね。背景がかわいいです。背景横の枠がかわいい。久しぶりに見られる。久々にショールーム。あらかわいい。甘ーい甘ーい。むさ苦しい。むさ苦しいか。でもこの間は投げキスだったから、この間よりこの間はめっちゃむさ苦しかった。ステンドグラス好き。ナベさん嬉しい。ありがとう来てくれて。こんばんは。久しぶりにショールームやってる時間に起きてられる。おはよう。おはようございます。月曜日ねお忙しい中。お集まりいただいた皆さん誠にありがとうございます。なな疲れちゃってゴロンしてるだよね。梅雨に入った感じするよね。しかも明日めっちゃ雨降るみたいな。バイト終わりお疲れ。生写真整理してるの。この配信見て明日からも頑張ります。あ、仕事帰りずぶ濡れでございます。気をつけて拭きなね。あ、卒仕事なの明日。大変や。気をつけるんやで。東武動物公園のアザラシの赤ちゃんが花丸って名前の知ってる。知ってるよ。花丸って決まった時にも情報仕入れてた。ハマるって。この配信のおかげで明日からも頑張れちゃいます。もう仕事に戻らないと。早かった早かったよ。行ってらっしゃい。明日警報級の雨だって。どうしよう。どうしよう。仕事頑張ります。こんばんは。課題終わらないよ。泣いてる。暑いね暑いね。急に暑いよね。いつの間にかなんか夏が到来してましたね。あ、エクステオフしましてジゲでーす。ジゲの長さだよ。今日はなんかハーフアップにしてもらったのでこんな感じでーす。で横毛がねないのこっち。ほらこっちはね長いんだけどこっちこれしかないの。地毛が悲しい。悲しいよ。今部屋干ししてる最中。ほら伸びたでしょ。伸びた。いつの間にかめっちゃ伸びた。後ろにした方が分かりやすい。どう伸びた。見えた見えた。伸びた見えた。伸びた。前の毛が短いからレイヤー入ってて短いのはまだいるんだけど後ろはレイヤー入れてないからちゃんと成長してくれた毛です。ありがとう。ペックル11位だったね。ペックル11位だった。でもすごい11位。この配信のおかげで明日雨なこと知った。お天気情報結構詳しいから私ちゃんと見てるからね。4日頑張ったらツーショット。そうだよ今週末ねツーショット会
ありますから、みんなに会えるのめっちゃ楽しみ、嬉しい、会えるの楽しみにしてるね超嬉しい。サウナ行った後に見る花ちゃん、サウナ整ってるやん、今日前髪パッチやね、せやな、こっちやな。週末のサイン会をモチベに今頑張ってる。お、そうね、サイン会ももうすぐ始まるもんね。ドゥルルンドゥルルン、花丸おばけちゃん14位おめでとう、花丸おばけ14位、すごいすごいね、14位、立派ですよすごいよなんでそんなに可愛いんですか さっき TikTok でなんでかわいい、なんだっけ、可愛いって褒められた時の返し方みたいな講座みたいなのが流れてきたそういう返しねなんでそんなに可愛いんですか、え、可愛くしてきたんだよ、今日ショールームやるからこれです街の色が夏、クーラー解禁した、クーラー解禁してる、今日さ、ここさクーラーないんだよ、この部屋ね、クーラーないから扇風機、なんか扇風機ないかって言って扇風機あった綺麗な扇風機、綺麗な扇風機ありますよ、だからいい風が吹いてます。扇風機なかったらもうこの部屋ね、ちょっと暑すぎてダメなの、暑すぎて暑すぎて。とジゲハナちゃん今日めちゃめちゃ可愛い、髪型も可愛い、ありがとう、伸びたねって、前髪切りすぎたからちょっと眉毛上げていけるぜ、眉毛をね上げていけるのね面白い横毛アシンメトリー、アシンメトリーで中止まで伸びるかな、伸びるといいなと、あら髪伸びるの早い、いや遅いよ、遅いと思うよエクステつけてなかったらもうちょっと伸びると思う。通称地毛どうかな伸びた伸びた、予告してくれてありがとう、いえいえ、ハーフアップお気に入り、ハーフアップ好きだよ、ハーフアップ好き。伸びたって何のことだろうって言ってたら、伸びた髪伸びたって言ってんの、伸びたみたい、伸びたくんみたいって、じゃあコメント来て、よいしょちょいっとここらでミンティアを食べます。イコラフも聞いてたのよ、さっきイコラフも聞いてたらイコラフのメールで緊張しいなんですけど、そんな緊張する前はミンティア、ミンティアって言ってなかった、ミント系のタブレットを2粒食べますっていうお便りが届いてて、私もミント系のタブレット食べるわって、緊張してなくても食べるツーショー楽しみ、急に喋り始めるとカスカスになる、初のツーショー、初のツーショー、お写真撮りに行くねって、ツーショーで行きたいと思ってた服が間に合いません、悲しい、いつか着ようね、ポーズ何にしよう、ツーショット何がいい、何にしたいポーズ金曜日むくまないように頑張る、じゃあ塩分、塩分オフ、レディーゴーでいきましょう、はなちゃんの笑顔に生かされてます、明日雨だけユニバイク、あ気をつけて逆に空いてるかもよ、
昨日通社の服買ってきたよーんって、楽しみ、5連勤頑張るぞ、ファイト。初対面ツーショットはね、この間の流れだと荷物置いて、多分置くよね、置いてたよね、荷物置いて、そのなんか4パターンぐらいポーズがあって、その中からやりたいポーズ選んで、ポーズ伝えて、ポーズイエイ撮ってカメラ確認してみたいな感じかな。はなちゃんのマイクの番号何番でしたっけ。2番だよ、大場なので、大谷大場で2番です。あ、可愛すぎてネットニュースになってた。大場はなさん見ましたか。見ましたか皆さん、ネットニュース、 LINE ニュースのニュース、 LINE ニュースのニュースになってた。私もあれ昨日なってたんだっけ。昨日、あれ昨日だっけ、一昨日だっけ、昨日、昨日か、昨日朝起きたら、朝起きてエゴサしたら、はなちゃん LINE ニュースになってるってめっちゃ書いてあって、えすごい嬉しい喜んでました。私も LINE ニュース出てこないかなって、 さ私もこのトークするところの上に出てきてたのかな、多分トークするところの上に出てきてて、出てこないかなってこうやってシュッシュしてたんだけど出てこなかった。私のところには出てこなかったよ。出てきた方はラッキー、嬉しいね、すごい見つけてくれてありがとうございます。この時期の通社の服本当に前、雨降らないっていいよね。なんか時差あるね、コメント、コメントの時差ある。そうディズニーシー、ディズニーシーに行きました。ジャッジャラジャッジャジャッジャラジャラララジャッジャラ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 ララララララジャッジャラジャッジャラジャッジャラジャララ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 ラ、ディズニーシーの話めっちゃしたいんだけど今ここでディズニーシーの話したいんだけど別のところでする。別のところでしてもいい、ディズニーシーの話。ディズニーシーの話別のところでしていい、2回言っちゃった。壊れた扇風機はもう捨てたの、新しい扇風機がね、去年買った。めっちゃ楽しかったディズニーシー。今すぐ喋り出したい人の顔してる。何レボつけると寒い、今の長さ好き、ディズニーの写真めっちゃ可愛かった。でも写真めっちゃそう綺麗に撮れて嬉しかった。ニャジャイちゃんのリリーベ写真見てたら、はなちゃんに会いたい気持ちました、ね、すごかったですよね、めっちゃ大盛況、血も流れてくる動画とか写真とかいっぱい見た。じゃあさ、やっぱ自然光だからさ、めっちゃ可愛い、もうもともと可愛いのが、もう可愛さがもうよりマシマシになってめっちゃ可愛かった。いいね自然光は。しかもああいうリリーベみたいなの久しぶり、イコノイジョイ自体で久しぶりだし、ジョイちゃんは初めてのリリーベだったからね、緊張しちゃうよね。ドキドキ。でさ、ノイミーちゃんが広島で公演やってて、でね、イコラムの
ファンの皆さんはイコラブ何もないなみたいな感じで待ってるかなって思ったのね。だからその前日にツイッターにディズニーの写真載せて、本当はその日のうちにインスタにもあげようかなって思ってたんだけど、いや明日はジョイちゃんもノエメちゃんもめっちゃ盛り上がってるから明日の夜に私も一盛り上げしていこうじゃないかっていうことで載せました。今週通称よろしくね、よろしくよろしくよろしくね。ハフツイン、ハフツインに見えるねじれハフツインっぽい。歯磨きコミンティア、そう歯磨きコミンティアだよ。私はミンティアは歯磨き以降のミンティア。まんまと大はしゃぎした。ロッテのチョコミントのバー食べた3本入れのやつ食べてない。どこに売ってんの。最近食べたのはしましまうまうまバーのホワイトチョコ、あれはめっちゃ甘党の人は好きだと思う。いつもより声が可愛い気がしてる。本当やった。イエンイエン。うんうん、似合うでしょ。10月の通所に行くからもうちょっとね、辛抱だよ、辛抱が長いね。でも楽しみが先にあるのは素敵なことよと。フリスク派初見です。通所よろしくね。何を食べて暑さ対策してますか。夏はね、私は麦茶かな。荷物置く。通称の話。かわいいディズニーハーちゃんを拡散した。でもその日絵描いててね、朝から。でリールの動画作ってたりして、でインスタに何載せようかってこうやって選んでて、でいっぱいずっとこうやってね見てたの、ブルーライト浴びてたの。そしたら頭痛くなってきちゃった。ブルーライト浴びすぎて頭痛くなってきちゃってさ、その日の夜目つぶって寝ても頭が冴えすぎて眠れなかった。気をつけましょう皆さんも。ブルーライトの浴びすぎには気をつけましょう。と、はい。そうなんですよ。そうなんです。そうなの。そう、今フレランチが始まりまして。そうなんです。皆さん聞いてくださいましたか？聞いてくれたかな？はめこしてたんですけど、本当に移りいい環境でした。はめこさんも喜んでる。だからみんなすごいたくさん載せてるなって思った。と、何？コラボちゃんに会いたいです。盛り上げてる。おーって。
欲張りフェス行った？欲張りフェスね、私ね第一弾の時に行ってんのよ誰？欲張りフェスとは31のだよね。31の10個乗せられるの欲張りフェス第一弾の時に行ってるか、ごめんねあのね、いおりとね一緒に行ってきた。いおりがサティワン行こうよみたいな誘ってくれたから、行く行くって言って、でちょうどその時にその日がその欲張りフェスの第一弾の始まりの日だったの、1日目だったの1日目で、え待って待って、今日からさ、ほらサティワンの10個のやつ今日からだよ、やったやったって言って、何個乗せようかなって言って、何食べたいかなって、これと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 これかなみたいな、まあ5個ぐらいかなって、こうやってお店行って、その歩きながら決めてた味がお店行ったらなくって、でその場でパッと違うのにした。何頼んだかな、コットンキャンディ、抹茶黒蜜のなんかクワトロホルマッチ、これ期間限定、この2つと、あとチョップのチョコレートと、あとなんだっけ、杏仁豆腐、杏仁豆腐の5個頼みました。そしたらチョップドチョコレート、他が全部、まあアイスクリームだから全部甘いんだけど、他が全部めっちゃ甘い系だったから、チョップドとチョコレートがいい感じに苦みがある美味しいアイスクリームで、チョップドチョコレートが優勝しましたチョップドチョコレートが優勝したのさ。私結構期間限定とか食べたい人だから、そうなの、せやね、食べたんだ。でも5個で結構満足だったよ。10個は食べれる自信があんまりないなって5個食べて思ったよ。10個食べた人いる？一人で10個とかはすごい、褒めたたえる。こんばんは。こんばんは。てってるてってんてんてってん。今晴れランチ聞きながらラーメン食べた。取り木久々に行った。そう、今晴れランチが決まってから何か結構自分の話をするみたいな、最初だったからね、結構フリーな感じだったから何話そうかなって思って、でネタ集めをしてるネタ集めしてるんだ、人生ネタ集めです。そう、初回は全編無料なので、よかったらぜひぜひ聞いてみてください。もう聞いた？聞いたかな？ハッシュタグは花ちゃんの、漢字の花ちゃんの今触れランチにしました。感想とかたくさん。つぶやいてくださってありがとうございます。見ました、みんなの見て嬉しかった聞きました、こんばんは、しっかり聞いてよ。毎日ぼっち飯なのでとてもありがたい。花ちゃんとランチルンルン、トークが可愛すぎて癒される
会社のお昼休みに聞いたよ。花金に取り木トークはプロの技。取り木行ったことありますか？取り木族皆さん、取り木行ったことあるよ。もち今フレランチ仕事中だったっけ、こっそり聞いてよ。ありがとうな、聞いてくれて。ありそう、そう、メールレター、レターのテーマがそう、ありそうでないご飯のメニュー名をぜひ考えて送ってくれたら嬉しいな。ありそうでないご飯のメニュー名なんやろな。これが花の目に留まるのはいつ頃だろうか。22時25分今何時、目に留まった、君のコメントが私の目に留まったよ。今フレランチのいいねボタン押せば押すほど回数増えていくんだね、たくさん押した。そうなの、今フレランチのいいねのボタン、いいねのボタン、ハートマークのボタンがあるんだけど、何回でも押せるんですよ、出すよ。何回でも押せるんだす、そうなんです。ほら すごいたくさんいいねしていただいてて驚きました。あ、誰、あ、喋れない、喋れないですよ。ありがとうございます、皆さんの情熱を感じました、嬉しかったです。たくさんいいねをしてくださって。気づいた方、気づいた方はね、たくさんいいねをしてくださってたのかなって。何、お腹痛くなった。横浜フェス乗せたり、横浜フェス盛り上がってる、10個は食べてないんだな。第1弾って1日で終わったっけ、確か1日で終わったんだっけ、次の日ぐらいにもう終了みたいな、追いつきません、カップが追いつきませんみたいな感じになって終了してたよね。そしたらね、また始まって、でも31いろんなさところで見かけるけどさ、めっちゃ混んでる、めっちゃ並んでる。サーティワンとミスタードーナツめっちゃ並んでる。焼きポンデ、焼きポンデもめっちゃ流行ってるもんね。あとタンフル氷タンフルめっちゃ流行ってる。 TikTok やってる、タンタンフルタンタンフルルルルって TikTok 撮った。うん、欲張りフェス初日、初日ですよ、初日参戦してまいりました。え、最寄りの欲張りフェス40分並んだ、ディズニーランドじゃん、ディズニーランドで。コットンキャンディー10しか勝たん、コットンキャンディー強火の方、強火の方だ。ポッピングシャワーは絶対ポッピングシャワー入れなかったな。杏仁豆腐はなんかマンゴーが入っててシャーベット系、さっぱりしてるのだった、ちょうどよかった。あ、まとめてくれてる方がいますね。欲張りフェスまとめ、コットンキャンディー、抹茶黒蜜、クワトロホルマッチ、チョップドチョコレート、杏仁豆腐のセットリストになっております。はーちゃんと味の好み似てて嬉しい、こんばんは、こんばんは。何のフレーバーが一番好き？何って言われると分かんないんだよな。何って言われると分かんないよ。何でも好き。チョコミントと私ダイナゴン小豆とラムレーズ。あの王道、王道、王道じゃない、王道じゃない、私の中の、私の中の王道3つ、チョコミント、ダイナゴン小豆、
ラムレーズンでーす。ラムレーズンめっちゃ美味しい。うん。せやねん。チョップのチョコレートはあのねずっとあるやつ。10個食べた？すごいじゃん。社会人デビューから3週間経ってオーロ。どうですか？いかがですか？3週間。いおりちゃんはね、ちょっと違かった。ポッピングシャワー入ってた。いおさんは。ポッピングシャワー、いおりは、チョップドチョコレートじゃなくて普通のチョコレートだった。とコットンキャンディーも入れてた。とね、何入れたっけな、忘れた。なんかシャーベット系も入れ てたような気がする。ソルベ系かな。キットカットの31コラボも美味しかった。あ、なんかパフェみたいなのだ。鶏木の釜飯が好き。釜飯食べなかったな。トリキで今フレランチで言ってない食べたもの、ピーマンの串焼き、トリキで食べました。サナツンがその YouTube でこのイジョイチャンネルで飲み企画みたいな、何あれ、はしご酒はしご酒の企画撮ってて、あ、上がったって思ってこうやって見てたら、メンバーのねモノマネし始めて、ピーマンの串焼き食べそうな人誰だと思うみたいな。あ、私もこうやって見てて、あ、私かな私かなって思ったら、はなちゃんじゃないみたいなって、私だドキめっちゃ似てた。しかもオフィシャルな場で食レポする私っていうのも似てた。オフィシャルになったらスイッチが入るオーバーだった、あれは完全に。そうだから鳥貴族行ってね、ピーマンの肉詰め、しかも自分からえ、ピーマンの肉詰め食べたいって言って注文したからさ、びっくりしちゃったよね。ピーマンの肉詰めって言われて、やっぱりピーマンの肉詰め顔なんだ私は。どうもピーマンの肉詰めですなんやそれパチキャンマックス、パチパチキャンディいっぱい入ってるの。おやすみおやすみ。ネタ集め偉くて可愛い。そうなの、だから花込みのネタとお話しするネタを今集めてる。そうで、ショールームもさあるじゃん。私今まではさショールームでさ結構いっぱいいろんなこと喋ってたけど、今フレランチができたから、今フレランチで喋ることも取っておかないといけないそうだな、違うこと話すの、違うこと話すよ。アーティストスポークの無料と有料がよく分かってないけど、そう、初回は無料なのよ。初回の配信は無料なんだけど、次回から有料になるんです。私のだけだと、私のだけ聞けるっていうのだと300円なんだけど、このアーティストスポークの全部の音声が聞けますよっていうのだと1200円ぐらいだったかな、そのくらいになりますよいしょ。あ、そう、いいねがさ、いいねがさ、いいねがさ見えなくなっちゃったね。いいね、いいね見えなくなっちゃったよ。みんなの、みんなのいいね見えなくなっちゃった、見えなくなっちゃった。いいねいいねいいね見えなくなったの結構悲しくない？
ツイッターとしてはいいね見れなくなったの結構悲しいよ。あ、なんかこのツイートに結構いいねついてる、誰がいいねしてるんだろうって見たりするじゃん、他の人のツイートとかでも。しないしないですかみんな。お、なるほどねみたいな。あ、なんか最近なんか生きてるかなみたいな。あ、いいねしてる、生きてる生きてるみたいなとかあったりするじゃん。なんか、あ、わかるよわかるよみたいな。あ、共感してくれてありがとねみたいな、あったりするよ。それがさ、他の人のは見れないんだよ、自分のしか見れない。ちょっとですね、寂しいよね。生存確認大事よね。あんまわかる、それ聞いたことない。花込みも読んで、ありがとう、花込みも読んでくれて。今回も面白かったよ、祝祭のよしんまりよかった、ありがとう花込みも公開された。花込みストーリーに載せようって思ってたのに忘れてた。載せよう、やることリストに書いとこう何の話してたっけ。トリキのチーズつくねマスト、美味しいんや。トリキはいちごミルク、初トリキはいちごミルク頼んで、はなちゃんとおそろするって決めてる。あとなんかミックスジュースが美味しいみたいなコメントも結構来た。あ、ほら来てる。学生がうるさくてすぐ出て行った思い出、ほんとツアー愛知の時トリキ行った。何？時差がある？いいの思いつかない？そんな難しく考えなくていいよ。どんくらい読めるんだろう？レターね、なんかレターを読む回とかも作りたいなって思った。みんなとコミュニケーションを取る回みたいな。3000回ぐらいはさ、すごい押してくれてるいっぱい押した、ありがとう。気づいたらめっちゃ連打した。チョコモナカジャンボ食べた、チョコモナカジャンボ4000にしといた、ありがとう。1週間ぐらいやってた、いいね。作業しながら聞いてる、あ、嬉しい。焼きポンで食べた、タンフルイオリも食べてる言ってたね、今日なんか言ってた気がするなタンフルタンタンフルフル、タンタンフルルルル、タンタンフルフル、タンタンフルルルル。コットンキャンディーワンダーランド復活してほしい。すごいなんかメルヘンで可愛いね。はなちゃん TikTok を無限再生しながら投稿してる、可愛い、嬉しい。お引越しの準備しないとだから応援して、大変だ、頑張れよこんばんは、こんばんは。マスクメロンが美味しいの、そうなんや。金曜日のランチが豪華になりました、ありがとうございます。そう、みんなと一緒にランチできるということで、私も楽しくランチタイムを過ごしたいなって思ってるので、みんなと一緒に盛り上げていけたらいいなって思っています。よろしくお願いします親子丼食べた、大キュリーアイスおすすめ。何それ何それ、大キュリーアイス、なんかプリキュアみたいな。大キュリー、大キュリー、ストロベリーチーズ、ストチミントと、ミントと小豆仲良くできるかな、仲良くしてもらってもいいかな。ラブポーション31意外と食べないかも、逆にその31の王道ですよみたいなのあんま食べたことないかもしれない。この食べてみるね、ラブポーション31。明日初めてトリキ行くよ
ピーマンの肉詰め、はんちゃんってお酒飲むの？酒はね、あんま飲まないよ。たまーに、時たまーにと、ほぼ毎日スープ春雨担々味食べて社会人やり過ごしてます。そう、こないだそのお店、昨日か、こないだじゃないね、昨日ね、ストーリー載せたんだけど、ポップが飾ってあって、スープ春雨の嬉しかった。いっぱい売ってたからいっぱい買ってきた。食べたことない味の春雨売ってたから買ったよ。ピーマンの肉詰め、ピーマンの肉詰めだよ。イエイイエイ。ネタ帳とかあるの？携帯にメモしてる。ネタはすぐ忘れちゃうからさ。自分に起こった出来事とかは結構覚えてるけど、他のメンバーに起こった出来事とかだと結構忘れちゃったりすること多いから、面白かった出来事は絶対これ花込みに書く。花込み、花込み、なんとかなんとかなんとか。だいたいその起きてる出来事の時に携帯を触れないみたいな時も結構多いから、脳内に覚えておいて、あとペペペって書いてる。はんちゃんのネタの引き出し多くて本当にすごいと思う。やった、 Thank you。 チェブラーシカ、チェブラーシカみたいに服が可愛いよね。これギャルです、ギャルです。いいね、いいね。本人には通知行くけど他の人には見えないもんね。そう、みんながねいいねしてくれたのは見れるよ。バレないからいいねしてくれてもいいよ。私だけの秘密にしとくからいいねしていいよ。はなちゃんのいいねが見えなくなったのがちょっとショック、ショック。いいねしに、ちゃおうかな、行かないけどね。いいね、いいねしたいけどしないよ。うん、心でいいねをしてるよ。心でいいね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 ってしてるからよろしくね。あ、いいねついたなって思っていて、自分のツイート、自分がツイートしたら、あ、はなちゃんからいいねついたなって思いながらツイートして。あ、こんばんは。ホルモンポン酢一番好き、ホルモンポン酢。トリキと言ったらメガキムギだろう、バラバラ。メガキムギなのね。レターいつまで送れば間に合いますか？いつでもいいよ。あ、アイカツ見終わりました。アイカツね、見終わってない、まだまだ進んでない。夏休みしてる、夏休みの回見た。オフだよみたいな、オフで、オフだけど海に行きたいね、海に行きたい。でも海に行ったらバレちゃうかもしれない、騒ぎになっちゃうわ。そんな、そんなみんなに、学園長、そんなみんなに、あなたたちのためにプールを半貫貸し切りました。え、プールを半貫貸し切ってくれたの、やったーっていう話見た。時差すごい、43分、止まる TikTok も可愛かった、音が止まった。
楽しかったあれ。はなちゃん常に頭の中で何かの音楽鳴ってそう。鳴ってるよ、常に音楽流れてるかも。今日のお昼何食べるかターンガエルの楽しみになった。みんな普段何食べてるのかな。小田つやつやリリベスだよ、リリベス。ひとみちゃんの何て読むか分かんない。これめっちゃ読む、めっちゃ見るけど何て読むか分かんない。そう、漢字が読めないんだ全然なんとか花こんばんは、こんばんは、こんばんは。お酒弱いです。はんちゃん酔ったら絶対ゲラでしょ。いや強いですよ急に何急に何、お酒強いと思う。あんま飲まないけど、なんかたまに飲むときそんな酔わないです全然なんか、あめっちゃ酔ってるなみたいなの全然なったことないから、多分強いです。詳しいことはあんま知りませんと、今日の勉強終わった。あお疲れ。春雨買ったけど食べてない。あドンキにもポップあったよ。おええやん。担々味が好き。いろんな結構話す場面が増えたから、トークの話術を上げようと思ってトーク話術を上げようと思ってね、トークが面白くなる本みたいなの買った買ってね、読んだ。なるほどなって思ったそうですか。いやためになった。ドラム叩ける。モーメントのコメントってどんな感じで見るの。モーメントのコメントはみんながコメントしてくれてるこの吹き出しのマークをポッて押したら、みんなのコメントがダダダダダって一気にね、こうやってバーって出てくるの。こうやってバーって、で上に名前が書いてあって、そのファンクラブに登録してる名前書いてあって、その子に打ってくれたコメントがピュンっていうのがこうやってチュ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 って出てるよ。ブックマークねありがとう。これのいいね届いた、よろしく。じゃれん。音源知らなくてテレビ見てたら流れてこれってなった。何何、音が止まったシャカマ、シャニカマエル、シャニカマエル、シャカマ花、シャカマ花シャカマ、シャニカマエルな、シャニカマエてるか、私は車に構えてるか車に構えてるか ずっと笑ってるかな、どうかな今何時かな全然ね、タワーをね飲んでなかったのね。じゃあタワーを書いていこうかな。私も上手にお話し会したくて話術の本買いましたありがたい
ありがたすぎますね。それは花ちゃんが楽しそうに話してるのが聞いてって一番楽しい。本当優しい。みんなありがとう。モーメント全部いっぺんに出る。そうやで届いてるよ。あ、そうね、ブログのコメントみたいな、みんながね、なんか結構いろんな話してくれてるから、モーメントだと楽しい。いつも見てて、今日はこんなことがあったんだみたいな感じ。22時54分堂々と正面に、ど正面、それど正面に構えてるからね。正直者だから、私正直生きてるから自分お話し会行きたいんです。お話し会待ってます。そうね、なんだ、対面の次のね、シングルの対面とツーショットの受付してたじゃないですか。今回早かったですよね、完売するのが。ありがとうございます。ノロノロの時もう少し完売するの遅かったかなって思って、今回ありがとうございます。オンライン話し会待ってますオンライン話し会待ってるよ。対面来る前にオンライン来て仲良くなろう。そしたら対面来た時に、はっ、なんとかじゃんみたいになるよ仲良くなろうね。ドッペブルにオンライン行くよって。ネジ、そうだから、もうメントとかね、いつもコメントしてくれてる子とか、ぜひぜひオンライン来て、いつもコメントしてるなんとかなんですけどみたいなでね、言ってくれたら、お、いつもありがとうねみたいなやるから待ってるね。そう、結構名前と顔一致するのにもいろいろ時間かかったりすることもあるから、みんなのこと覚えたいからね。顔を覚えて、その後コメント見て、あ、この方はあの方なんだみたいなことはね、よくあるなって言ってる中で、タワーアーを読んでいこうかな。タワーね、タワー読んでいくよ。タワー投げてくれた人、よし、はーい、はーい、はーい、うん、夏の花ちゃんと話すの楽しみだ。夏ね、楽しみだよね。今年の毎年夏はね、あちあちだからね。7位くらいまで何くらいまで、浴衣、毎年浴衣さ増えていくんだよね、どんどん浴衣パラダイスになってる。何、7位くらいまで、キムニー、シゲトラ、コッシー、ケイちゃん、マサマル、大声のマヨちゃん、ポスカ、投げたと、あ、ココちゃんと書いていこうか、書いていくよ。合ってる？あと投げてくれた人いる？書いていくから、トークテーマプリーズ、トークテーマプリーズ。こんばんはうん、何書こうかな、うん、
年の夏したいこと、今年の夏したいこと、そうね、今年の夏したいことか。あと2ヶ月ぐらい英語の勉強でもしようかな英語の勉強してヒューストンに備えようかな。英語漢字も読めないのに英語の勉強できるかな。英語詳しい方がいたら教えてください時はプールとかめっちゃ行ってたな。水泳習ってたんですよ。水泳習ってたからね、プールめっちゃ行ってた。めっちゃ泳げる。でも全然行ってないから、最近はね行ってないから泳げんのか知らない。バタフライも泳げる。今は泳げるか知らないけど泳げるよな。何かこう今英語毎日聞いてる。今ね英語の歌聞いてるよ。英語の歌ファンタジースプリングスの歌聴いてる。ファンタジースプリングスってチャンチャンチャチャンチャラチャンチャンチャチャンチャラチャンチャンチャチャンチャンチャチャン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 。ファンタジースプリングスめっちゃいいわ。めっちゃいいよ、ファンタジースプリングスの歌ファンタジースプリングスの歌いいですよ。皆さんもぜひ聴いてみてください弾いてみよう。初とはしたんだけど、ちゃんと投げれたかな。あ、初とはせいだち、ありがとう。あ、そうで、昨日モーメントにディズニーの話しだしちゃって、怖い。ディズニーの話を自然としだしている。昨日モーメントに、まあこれはいいや。モーメントにあのチャンドゥ知ってますか。チャンドゥ載せた、昨日モーメント載せたチャンドゥの写真、シンドバッド、シンドバッドのチャンドゥっていうキャラクター、めっちゃ可愛い。トラちゃん、トラちゃんめっちゃ好きなのよ。シンドバッドがやってなかったんだよシンドバッド行きたい、なんか行きたいのあるよみたい、シンドバッド行きたいって言ってたんだけど、シンドバッドやってなくって、なんか何旗みたいな、何幕、横断幕みたいな、横断幕かかってた。シンドバッドの、シンドバッドの横断幕だった。チャンドゥに会えなかった。でもその幕にエイいた、チャンドゥのエイいたからってハート送ってきた。チャンドゥって今日シンドバッドの歌コンパスオブユアハート聞いたよね。コンパスオブユアハート大好き、この歌
コンパスオブユアハート乗りたかった。コンパスオブユアハートいいよね、あの曲大好き。そなた大好きね。わかるね、ほんまに。はーちゃんのコンパスオブユアハート一番好きで、私のコンパスオブユアハートが好きなの。信じてコンパスオブユアハート冒険よりじゃん、なんとかでダウンドゥーナオジョンジョンジョンじゃんじゃん。ありがとう人魚さん、助かったよ。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん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 。人生は冒険だ、地図はないけれど宝物さが。そう信じてコンパスオブユアハート、じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。あれ劇団四季の方が歌ってるんだ。そうなんだ、めっちゃ声いいもんね、めっちゃ声いいもん。シンドバッド、うん、シンドバッド、この魔法の楽器を使って荒くれ者の猿をなだめるのだ。なんかウキキみたいな流れてきた猿の声、猿の声流れてきたよ。行きたいな、シンドバッド。今度はシンドバッドに行きたい。いつ復帰するか知ってる？ディズニー行きますか、みんな。ディズニーランド、ディズニーシー。私が行ったのはディズニーシー。じゃんじゃん、バナナの香りする。対面の前日に行く。シーしょっちゅう行く。トイストーリーマニア9月25日から再開、全然まだじゃん、びっくりしちゃった。でも次行くのそんくらい、なんか全然先になりそう。あ、めっちゃ入れ替わったランキングが。昨日行った、昨日行ったの。行きたてほやほやじゃん。なかなか行けない。そうだよね。なかなか行けないよね。回転2万マイルが好きと言い続けても、あれは休憩スポットだって言われて。ネモ船長、ネモ船長、今ねどこまで書いたかな。書いてくよ。ディズニーの近くの近くで結婚式したの。あら素敵、記念日に行ったよ。最近は5月に行きました。一緒に行く人がおらんな。一緒に行くか、一緒に行くか、私が一緒に行ってあげようか。みんなで大所帯で行くか。はなちゃん、はなちゃん、夢の国ができた時に学校の遠足できます。学校の遠足で行けるっていっちゃいいよね。やっぱいるもんね、今も遠足でみんなで
来てるなみたいな。ディーハロの時期とか行ったことないな。行ったことないや。 SNS でめっちゃなんかね流れてくるもんね、ディーハロの時期とか。何のコスプレ、何のキャラが似合いそうですか。私に何のキャラが似合いそうだと思う。ペックルに会いにピューロにも行ってみたいな。あ、サンリオのさ場所出てた。この間ショールームで私知ってるんだみたいな、マウント取って消えたけど、もう出た場所と。あ、そっか、言っちゃダメなのこれ。都内某所、都内某所か、都内某所ね。初めて行くところでも新しい会場、サンリオピューロランドじゃなかった。サンリオピューロランドでやると思ってた私も。サンリオピューロランドじゃなかった。何、ボディーガードとして行かせてや。修学旅行シンガポール強。ミランコスタで結婚式した後ミッキーミニー呼んだらめちゃくちゃ分単位でお金発生するのすごかった。 すごいすげえやん。クルエラ出た、シアター H ね。マリーちゃんの兄弟茶系の猫さん3匹いるよね。グレーの猫ちゃんとマリーちゃんと茶色の猫ちゃん、ね、似合いそう。確かに似合いそう。うっチップとデール、チップとデール、チップとデール、一人でチップとデールやるか。一人チップデール、ベールね。ウェンディ、ウェンディ、ウェンディ見たよ、この間行った時ウェンディ行ったよ。嬉しかった見れて、ウェンディのことウェンディのことを遠くから見れて嬉しかった。あ、ウェンディだって思った。嬉しい。でも写真とか撮れなかった。ウェンディ遠かった。ウェンディの存在が遠くて撮れなかった。ウェンディピューロランドでフロート乗って歌ってくれて死んでた。でいつか叶えようって、ね、その願い。頑張るね私もフロート乗って。今一瞬無償なの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 ってラプンツェル、アナとラプンツェル、オラフ、オラフ、オラフ、ジーニー、ジーニー、ジーニー。前回のサンリオイベよりキャパ増えてる。そうだよね、私も思った応募の時に。アナがベルのコスプレしてほしいな。その時はみんなに写真撮ってもらおうっと
メリーポピンズ似合いそう。確かに似合いそう。今ねどこまで書いたかな。ブランズ演じるのうまそう。じゃあ演じさせていただく際には全力で演じさせていただきます。よろしくお願いします。タラタンタンタンニョー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 。今可愛いキャラ描いてる。あら可愛い。It's so cute。ガストン、私ガストンやる。じゃあガストンもやるか。ウィリーもいいな。ピクサーだと誰が好き？ピクサーはあのトイストーリーに出てくるウサギとヒヨコのなんか仲良しのペアが好き。あのチョコプラさんが声やってるキャラ青いウサギと黄色いヒヨコのキャラが好きで可愛いよね。ポーのあれなんだっけ、黄色のさ人形に似てるみたいなめっちゃ言われた。黄色のあの女の子、黄色の女の子、黄色のワンピース着てる女の子、ツインテールのトイストーリーの黄色の黄色のワンピース着てる女の子に似てるって言われたことある。今書いてる。待ってて。今何時だ。シンデレラ、エスメラルダ、ねえノートルダムの鐘ノートルダムの鐘がこの間、この間結構前、金曜ロードショーでやってて、初めてノートルダムの鐘見たんよ。結構あの劇団四季でミュージカルやってるのね。で、あ有名なやつだみたいな、見たことないから見てみようって。石丸さん、石丸さん声優やられてて見たんだけど、エスメラルダ、エスメラルダ好きキャラすぎてびっくりしちゃった。エスメラルダ優勝、エスメラルダが優勝ではあんなの、あんなの誰でも好きになっちゃうに決まってんだろってなったよね。やっぱね、私は強い女のキャラが好きだから、強い女キャラ大好きだから、エスメラルダめっちゃ好きだった。びっくりした、エスメラルダガチ恋オタクになりそうだった。見てみようっと。曲もいいよね、ノートルダムの鐘。うん、あれは大熱唱したくなるよね。シンデレラ、王子様のコスプレ、アラジンね、アラジン。キャラグリグイグイいけない、キャラグリグイグイいけないの。キャラグリ、キャラグリの話もうまた別でしようと思う。キャラグリエピソードはねあるんだよね、とっておきのが。また別のところでするね。キャラグリみんなどう？キャラグリ
てるん。シガーラッシュのバネロペとか似合いそう。かわいいよね。ファインフェスティバル、カンパインフェスティバル、ドゥ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 。サンリオフェスで生ペックル初めて見てきたよ。教えようかな。いいね、かわいいね、とてもキュートだね。しょ、まあね、あとね、多分あと一人書いたらおいけるよ。書くね。めっちゃさ、喉が鳴る。かけたかな、多分今11位まで書いたけど、こんばんは、ダッキーとバニー、それだ、ダッキー&バニー、それです。ギャビーギャビー、ギャビーギャビーに似てるって言われた。ギャビーギャビー、時差あった。もうコメント書いてる間にコメントにも時差あったよ。ギャビーギャビーに似てるって言われたんだ。そうなの。じゃあタワーを読んでいくよ。タイの冷やそうめん美味しそう。今日はね、晩飯、昼飯をめっちゃ食べたから、晩飯はね食べてないんだ。と、よし、ターンを読んでいくよ。キムニーありがとう。今日の私今日の私だよ。ありがとう、キムニー、やったー、ありがとう、こちらこそ。ありがとうね。ユナフレランチ毎日聞いて、毎日癒されて嬉しい。毎日聞いてくれて、聞き続けてくれよな。ありがとう、ラブだよ。OK。 いきますよ。しげたら、しげたら、ありがとう、やったー、トラちゃんだよー。いいっす、リール可愛くて何回も見てる、嬉しい。リールすごい見て。いっぱい見てね、リール。ありがとう、クラブだよ。私もリールめっちゃ見てる。自分で見てるんかい。リールやばい。濃い。初めて作ったもん。可愛かった。みんな喜んでくれて嬉しかった。みんなが喜んでくれるって思って作った。あは。はい。続きまして。見てるかな、みんな。見てる？みんな見てる？コッシン、コッシン、ありがとう、コッシン。ハッピーバースデーと聞きましたので、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう、おめでとう。素敵な一年にしようね。ねえ、
今ふる自分もご飯作って一緒に食べてるよ、ところで通称終わり一緒取り木行かへん、取り木一緒に行くかおごりで頼んだよ誕生日やってくれない安すぎ、ありがとう泣きそう、ごめんのラブだよ。オッケー、続きまして、コッコちゃん、コッコちゃん、ペネロペ、え、ペネロペペネロペだよ、牛ペネ、牛ペネロペだよ、可愛く描けた、立派な字、立派なフォント、見てる、ココちゃんありがとう、ペネロペ可愛い、ラブ、ラブですよ、ラブだよ、ありがとう、ドゥルドゥルドゥル、リサとガスパールがさ20周年なんだって、ペネロペと同じ方が、ペネロペと同じ方書いてるよね違う方だったらどうしよう、あ、20周年だっけ、違う25周年、25周年なんだって、え、同世代じゃんリサとガスパールと、っていう話を昨日してた。次、丸メガネ、丸メガネ、ありがとう、ありがとう、メガネちゃんとメガネも書いたよ、かわいい、あ、また明日誕生日だ、明日誕生日なのおめでとうじゃん、ハッピーバースデーって書いとくね、ハッピーバースデーおめでとう、誕生日おめでとう、まるちゃんお誕生日おめでとう、スーパーマックスラブキュン、フォーエバーデスキュン、デスキュン、素敵な一年しようね、ありがとう、キラキラリン、ラブだよありがとう、食べた、次いくよ、ほい、ポスカ、トラ、トラ、何ですかこれは、トラですかありがとう、パスカー、なんか踊ってる、何、はい、まゆちゃんの初はなちゃんタワー記念により、何タワー連番するじゃん、ありがとうぼうねありがとうぼうね、トラ、トラだよ、ありがとう、ラブ、ラブポーネ、ラブポーネ、ラブポーション31ありがとう、チュ、続きまして、じゃあ連番、連番、まよっちゃん、大声のまよちゃん、まよちゃん、ありがとう、ちよちゃん、にゃっポスカちゃんとタワレンバ失礼します、名古屋スペイン目シナモンぶっ飛ばしてすいませんでした名古屋のスペイン目の時に誰にもバレずにやってる時に、あのラッソビでこうやって円になってね歌うのよ、でその円になってこうやって私この結構前の方から、あ違うそこだったっけな、まあ、どっかのタイミングで誰にもバレずにやってる時にこうやって下をねパッてこうやってパッてした瞬間にシナモンが怒っててここにで笑いそうになっちゃって危なかったシナモンが怒ってシナモン飛ばさないでありがとう、ラブだよ。シナモンでした。
次、きいちゃん、きいちゃん、きいちゃん、ありがとう。ローマ字がついてるきいちゃんありがとう。じゃじゃん、花、花だよ花って言ってくれてる、ありがとう。けいちゃん、けいちゃん見てるかな、けいちゃん見てる。あ、誕生日なの。あ、誕生日ガール、誕生日ガールズ誕生日ガールズ、誕生日ガールズ、ハッピーバースデー、誕生日ガールズ、誕生日ガールズ、おめでとう、ハッピーバースデー、けいちゃんおめでとう。次の1年にしようね。誕生日はいいよね、絶対楽しく過ごしてね誕生日みんなおめでとう。優しい世界、優しい世界にほっこり。次はケイ、ケイちゃんちゃんがない、ケイちゃんケイ、ケイ、ポンタのケイ、ポンタのケイはい、ディズニーハナちゃんに衣装ドキュメンタリーよー、共演ありがとう。ビークラブ、ビークラブ、ケイのときめきを独占中ありがとう。ハナちゃんに送る、ハナタワってことだよね、そういうことよ、ありがとう。次、そうだな、セナッチ、セナチン、キティ可愛くない？あ、なんかハート持ってる、ハートがちょっとストレートネック目のキティ。はなちゃんのファンになってやっと半年経ちましたので、日頃の感謝初さは毎日大好きで、あ、嬉しい、私と出会ってくれてありがとね、これからもよろしくお願いします。はなちゃんのことが一番大好きだよ、私も大好きだよ、ありがとう、ラブだよ、キティだよ、魔法かけちゃうよ、ありがとうありがとう。え、オッケー、読めた、読めてない、嘘です、読めてないです読めてなかった読めてなかったよ、うん、めっちゃここにいるのに全然帰ってなかったごめんじゃん、うん、怒られちゃうよ、怒られちゃうよ、うん、可愛くしとこ、あら可愛い、めっちゃ可愛いじゃん、こんなの。まさまる？まさまる！ありがとう！キャワ、キャワキャワ、ハムスターみたい。ハムスターだよ。ハムスター、ハムスターだよ。見てるかな、あ、俺のだけ書かれてないって怒っちゃったかもしれない、怒らないで怒らないで、見てる、
見てるかな、見てますか。アップだよ、ありがとう、まさまるん。代わりに見ておくか、代わりに見ておいて、代わりに見ておいてあげて、みんなも代わりに見てくれてありがとう。あーてってれー、花丸博士だぜ。ありがとう。見てたのかな、見てたかな、見てたんだろうか。まあ後でコメント来たらまた出そうか。どう、あ、代わりにありがとう、見てくれて。今何時ですか、今何時、23時36分みんなターン読み始めたからさ、みんないなくなっちゃったよ、みんないなくなっちゃった。タワー読み始めたらみんないなくなっちゃった。みんな出てきて、みんな。みんなどこにいるの。あ、遠慮してくれてるのね。みんな優しいね。あ、いろんな出てきた。みんな優しかった。いるよって、あ、いたいた、優しい世界だったんだね。あとヒコが投げてくれたの。あ、実はいました、実はいたんだ。タワーの時間はね、たまります。ちょっと待ってただけだぜ、ここだぜ。明日のお弁当の準備してた、えらいぜ、お弁当作ってえらいぜ。コメント控える時間だった。もう呼吸していい、ええよ、呼吸してくれ、呼吸は大事だよ。うん、います、いた。いてくれてよかった。ワイルドだな。呼吸を止めて1秒。待って、今気づいた、よかった、気づいて。でもこんな遅いからさ、明日早いんだよって、そんな長くやってないでよってみんな思ってるかも。ごめんね、はなちゃん、先に寝るよって言ってみんな消えていってるんだ。みんな消えていってるんでしょ。リリーブラウンだよ、リリーブラウン好きだよねって、リリーブラウンだよ、リリーブラウン可愛いよね。寝なくなってんでしょ。私はみんなと話したいって思ってんのに、みんな嫌がってんだ。誰なん。起きてるよ、ありがとな、寝てもいいよ。どっちやねん。始業時間9時からなの。何時からみんなお仕事してるの。寝るより花ちゃんの声聞いてる方が元気出る。6時半起き、早いよ、9時からだよ、遊びに来たよ。どれだけ早くても最後ね、見守りよ。寝なさいって言われたらいつでも寝れる体勢ではある。布団の中からありがとうございます。8時半、4時半起きの6時出勤です。早いね、ありがとう。そんな中見てくれてありがとう。うん、4時半起き、在宅フレックス民、4時起き、うん、子守歌、じゃあ子守歌歌ってあげるね。と一人読ませて、ひこありがとう。ひこ見てる。なんか猫耳ガールズ書いてよ、なんかかわいい人。 English is 簡単です。 Let's go!
ちゃめちゃ面白い。レッツゴー、イングリッシュ簡単。 So easy? Oh, thank you。 このくらいしか喋れないけどいけるかな。ちょっと成長したいと思います。ファイチありがとう。 Thank you。 Thank you。 Cat Cat Girl。 I love you。 Good。 Niceナイスイングリッシュ。Thank you。 草生やされちゃった。草生やされちゃったよ。 Yes。 最近のはなちゃん、前髪おまとめでかわちいね。前髪おまとめと軽め、どっちが好きですか。石垣島から今帰宅。わお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 。なんかめっちゃ言い心地が良かった。石垣島から今帰宅言い心地のいいコメント。どっちも好き。少しはタイム、軽めが好き。多め前髪で6周年以上。この間ね、オレンジの時ね。今の毛量が好き。自分が軽めだから花ちゃん見てると重めにしたくなってくる。重め派。気づいたら重めになってた。かなり好きですね。ありがとうございます。その長さのクラゲヘア、これ取ったらね結構印象変わるんよ。ボサボサになっちゃうか。ボサボサになっちゃうかもしれないけれど、ノロノロの時のパッツン前髪が好きです。ノロノロの時のパッツン前髪ちょっとシースルー、あ、ちょっとくねくねしてる。あ、もうすぐね6周年の円盤届くって。そうだね、楽しみだね。私も見たい6周年の。リハーサル映像多分ひどい顔で映ってる、ごめんね。うん、串がないな、ちょうど。なんかないかな。ないな。あ、あった。ちょうどいいところに串があるじゃないかな。これでね、こうしてたの今日昼間。めっちゃギャルだった。そう、このね髪型にこの T シャツがめっちゃ似合いすぎて、やっぱり着た。跳ねてる。いいでしょ。ちょっともさもさしてるけど、はい、しょ。夏ギャル、ヘルシー、ヘルシーなギャル。ときめいてる。ときめきを提供するよこれもまた良き良き
ときめき最近足りてなくて。そうなんですか。ときめき足りてないですか。ときめきはやっぱりあった方がいいですよね。ときめきは大事だよね。とき？なんだそれは。ときめきください。髪色と、そう髪色とねマッチしてんだよ。どんな会計ともにや、ときめききらめき、笑顔が可愛らしい。ありがとう。夏マトペ見て花ちゃん好きになったからな。夏マトペ？前だけ見るとさ、これ短いからボブ。ボブにしたの？エクステ撮った写真ね載せたらボブだ、懐かしい、ボブみたいだ。じゃあごめん、あすごいショートカット、ショートカット、ショートカットだ、ショートボブ跳ねてる、ショートボブだ、わショートボブだみたいな。1ヶ月に1回ぐらい現れる人です。これはこれで可愛いんじゃない。ショートもオーブも好きだけどウルフも好きです。可愛すぎて幸せ。オーブハウスさん、さっき黒に見える？集まってるからかな。懐かしい気持ち。ツーショット楽しみ、ツーショット楽しみにしてる。本当にめっちゃ嬉しい、みんなに会えるの。でもツーショットの時さ、喋る時間さ少ないからさね、ちょっと寂しいよね。いっぱい喋りたいけどね、喋りたいことあったら積極的に話しかけてね。話しかけてたら喋るよ、ちゃんと。よいしょ。話してると携帯渡されて追い出される。そうだね、追い出されてたかもしれない。追い出されないように気をつけながら喋ってね。行けるところまで粘って、ルールの範囲内でね。うん、喋ってる時に撮られると変な顔しちゃうから、撮られる瞬間はピッて決め顔でよろしく頼んだよ。ただモルコツは目を大きく開くことじゃないですか。あと自分の決め顔をね、分かる、撮ってもらう、誰かに、誰かに写真撮ってもらって、いろんな表情で撮ってもらって、あこれやみたいな決め顔を自分で分かってるといいんじゃないですか。私たちはさ、ノーマルでさ撮られること多い、多いっていうか慣れてるから、なんとなくね、どういう写りしてるかとかわかるけどね、普段そんな撮られら慣れてないからね、緊張しちゃうね。マスクしたい。マスクしてる子もいたかな、この間。でそう、逆になんかマスク取り忘れちゃったみたいな子とかもいたから、そ直前までつけてて、その取る時にマスク本当は取りたかったけど、外したかったけどマスク取り忘れちゃったみたいな子もいたからね、気をつけてくださいね。うん、
私たちが右かな、右かな私のレーンはみんなが右かな。あとそうだね、なんかスマホの裏とかになんかグッズとか挟んでくれたりしてると嬉しかったりしました。他のねメンバーのこの写真とか入ってたりすると、あ、この子はこの子も好きなんだって思う言う時もあるし言わない時もある他のメンバーのとこに行くときも気をつけて抱き、うん、今何時？もうそろ0時とかになる？あ、全然まだだ、あと8分ある、あと8分話そうじゃないか。何話そう？じゃあコメント読んでこ。みんな何したの今日は？スマホケースに名前入れたら覚えてくれる？いいねそれ、めっちゃナイスアイディア。オリジナルメッセージ差し込むか。オリジナルメッセージか、読めるサイズでいいことなら書いておいて、嫌なことは書かないで。ノロノロ ID めっちゃいいね。ノロノロ ID 私も結構好き。プルートが羨ましいプルートね、めっちゃ可愛かった。今日餃子いっぱい包んだ、餃子大好き。餃子作ってほしいな今日勉強しました、えらい、お疲れ。ワンショット撮影会してました。お、照明写真、ほら、何ショートボブのスクショタイム、あ、ピース働いてた、お疲れ。通社楽しみすぎてもう寝れない、脳が冴えてるんや。ユニのハンちゃん可愛すぎて泣きました、いっぱい泣いてくれ。なおならアイディア挟んでくね、嬉しい。ツーショットに向けて新しいスニーカー買った、お、いいじゃん。スニーカー、なんかスニーカーおすすめある？スニーカー欲しい。ビワ食べてよん、ビワ美味しいよね。クルビに送ります、待ってます。今日もお仕事、私焼いちゃうんだから挟んで私焼いちゃうんだから、カメラ目線強っ。明日雨強そうね。通所の服通所の服まだまだ悩みます通所の福島ね、福島悩むよね悩むよね。いける、可愛い感じいくよ。スクショタイムの変わり方がプロ。お口深いよ。前髪を切ってきました。あら、自分で？おばな、かわいい。おばはな、かわいい、かわいい。カラオケ配信して。するね。明日から研修で全部復習。ほら。応援してるね。通称の次の日サイン会もある。そうだね。あれ、次の日だった？緊張で顔引きつらないように気をつけます。どうすればいいんだろう。笑顔。自分の今の顔が引きつっててすごい可愛くなかった、今びっくりしちゃった自分で、カメラ見て。可愛くない。レインスニーカー最近買いました。
雨降るもんね。一人ご飯食べたの？一緒に食べようか。バンズ、バランス、ニューバランス、通信のポーズおすすめありますか？一緒にハートじゃない？どっちの方が可愛い？こっちの、こっちのみんなだったら右手、右手でハート、私左手ハート、こうなんか可愛い気がする。こっちもいいけど、こっちの方がなんかキュッてなる。こっちはちょっと距離が空くけど、こっちの方がキュッてなるこうだとこっちの手がこう可愛くなる。こうだとこっちの手どうしよう、こっちの手がどうしよう、よくなる。気持ちいい、気持ちいい。はなちゃんと何何何を使って同じ場所で写真撮る、あ、いいよ。ニューバランス、バナナキャラメルパイ食べた、美味しそう。コンバースのオレンジ、ハイトーンしてね。またね、アートカメラで盛る練習します。梅雨でもテンション上げるコツとかないかな。かわいい傘を買うこと。ジューナースの通信当たりませんでした。蹴飛した扇風機、泣きたい。次の時当たる魔法かけとくね。絶対当たれありがとね、応募してくれて。韓国のコンバース厚底で可愛くて買った。え、絶対可愛い。見つめ合いたい、見つめ合い。そう、何のポーズがいいかな、なんか教えといて、教えといて、ツイッターとかでリプ送っといて、このポーズしたいなみたいな、なんかポーズ案とか送ってもらえたら、その中からあーこれいいなみたいなの見ときます。あと3分、早い早いよ。じゃあ明日は火曜日、頑張って行きましょう。明日も頑張らなくてもいいよ。今日の疲れ吹っ飛びました。お疲れ様でした。今日も一日よく頑張りました。おやすみなさい。みんなありがとね、突然ショーも始めて見てくれてありがとうマジで生きる活力すぎる。2時間ありが、2時間やってた、気づいたら、まあ、2時間弱、2時間ないぐらいか出たね。ありがとうございました。私も頑張らなくていい、私は頑張るよ、私は頑張らないといけない、私は頑張らないといけないから頑張るよ。また配信してくださいな。おやすみなさい。ありがとう、聞いてくれたみんなも、コメントくれたみんなも、ギフトくれたみんなもありがとう急にゆるい。おやすみなさーい。おつまる、2時間早くてびっくり、楽しかった、ありがとう。おやすみなさーい、ありがとう。おやすみ、おやすみなさい。いい夢見るんだね、あっという間の2時間、ゆるはな、またね、ありがとう、おやすみなさい、ありがとう、バイちゃん、バイバイ、ありがとう、バイバイ、頑張ろうね、おやすみ、あと4日頑張るよ、4日頑張ろうな。私も4日頑張ったらみんなに会えるの楽しみにしてる、めっちゃ嬉しい、会えるの本当に嬉しい、楽しみにしてるね嬉しいなる、で1になるよ、みんな寝る時間、良い子のみんな寝る時間、私も